LOL、または LOL はラフアウトラウド、またはロッツ・オブラフズの当時語であり、よく使われるインターネットスラングの一つである。日本語におけるに相当する。もともとはネットニュースで使われていたものであるが、後に他の形式のコンピュータを介したコミュニケーションや対面のコミュニケーションでも用いられるようになった。これは身体的な反応。 特に笑い声を文章で表現するための数多くの当時語の一つである。そのような当時語にはラモやロフルのようなより笑い声を強調した表現もある。かつては手紙においてロッツオブラックやロッツオブラブの略語として LOL が使われたこともあるが今日ではほとんど使われていない。当時語のリストは月ごとに成長し、それらはネットニュース、IRC、 およびその他の形式のコンピュータを介したコミュニケーションのユーザーの間で非公式に流される俗語辞書に顔文字などとともに収集される。これらの当事後には議論の余地があり、何人かの著者は一般にあるいはビジネスコミュニケーションのような特定の状況において使用しないことを推奨している。LOL は2011年3月にオックスフォード英語辞典で初めて文書化された。 ラックセティとモールスキーは、ザロストアート・オブ・ライティングと題したエッセイで、この言葉を批判し、このようなスラングを使う学生の雇用機会の減少を予測して、残念ながら、彼らの上司は、適切な句読点や文法に欠けている報告書を読んだり、数多くのスペルミスや、様々な構成の単語や、バカげた、当時語を読んだ時に、LOL になることはないと述べた。 フォンディラーとネローネは、スタイルマニュアルの中で、電子メールや出版物を書くかどうかに関わらず、プロフェッショナルやビジネスのコミュニケーションは、不注意や構成が不適切であっては決してならないと主張し、顔文字や略語の使用に対して、電子メールの俗語であり、ビジネスコミュニケーションには、ふさわしくないと警告している。ヤングカードバリーは、 オンライン講座とポッドキャスティングを通してどのように改善できるかについての研究で、これらのスラングや顔文字について学生がしばしば誤解していること、その意味が前もって説明されていない限り解読するのは難しいということを発見した。彼らはロッフルの例を挙げているが、これは明らかにローリングオンザフロアラフィングという言葉の略語ではない。ヘイグは LOL と BFN、イム法、インターネットスラングの最も人気のある、当事語として選んでいる。彼は、インターネットスラングの様々なイニシャルを便利だと説明しているが、あまり知られていない、当事語が出現するにつれ、混乱する可能性もあると警告している。ビドグリーも、同様に、 これらの当事語が送信者のキーストロークを保持するが受信者にとってはメッセージの理解をより困難にするかもしれない。スラングは異なる意味を持ち、特に国際的な環境で誤解を招くことがあると述べており、他の人がその意味を知っているとあなたが確信している時にのみ使用することを勧めている。ショーティスはロフルは文章にとがきのような注釈をつける手段であることを確認している。 ハーシュックは演技発話の文脈でこれらの用語を論じる際に誰かに声を出して笑っていることを伝えることと実際に大声で笑っていることの違いを指摘する。後者の応答は簡単な操作である。前者は行動の自己反射的な表現である。私は実際には笑っていないかもしれないが、ユーモアでのあなたの試みに対する感謝の意を伝える。 ために、LOL という言葉遣いを使用するかもしれない。デビッド・クリスタルは、スマイリーフェイスの使用が、必ずしも本物ではないように、LOL の使用は、必ずしも本物であるとは言えないとし、LOL と送信するときに、何人の人々が実際に、大声で笑っているのか、と、終始的な疑問を投げかけている。フランジーニーは、LOL を書くときに実際に笑い声を出している。 人の割合を決定した研究はまだないと述べている。ビクトリア・クラークはテルネットの話し手の分析で人々が LOL を書くときには大文字であることが重要であり、LOL と入力するユーザーは LOL と入力するユーザーよりも大きく笑っているかもしれないと述べ、これらの笑い声の標準的な表現は過度の使用によって力を失っていると述べている。イーガンは LOL ロフル及びその他の当事語は過度に使用されていない限り役立つものとして説明している。彼はビジネスコミュニケーションでの使用に対しては推奨していない。なぜなら受信者がその意味を認識していない可能性があり、一般的にはそれらの絵文字もそのような対応には適切ではないからである。ジューン、ハインズムーアもその意見を共有している。 リンゼル・ロバーツでも同様であり、ビジネスコミュニケーションでそれらを使用しないか、さもなくば、LOL していられなるとアドバイスをしている。2011年3月24日、LOL は他の当時語とともに、オックスフォード英語辞典の改訂版で正式に採用された。彼らの研究では、LOL が当時語として最初に使用されたのは、 1960年代のリトル・オールド・レディの意味としてだったことが判明した。また、笑い声を出すという現代的な意味での LOL の使用に関する最古の記録はネットニュースのアーカイブにあった1980年にウェエン・ピアソンが入力したメッセージであることも発見した。ガブリエラ・コールマンはアノニマスに関する人類学的研究において ラルズが広く使われているとしている。ナオミ・バロンによる2003年の大学生に対する調査では、コンピュータを介したコミュニケーション、特にインスタントメッセージにおけるこれらの当時後の使用が、実際に期待したよりも低かったことが分かった。学生は、略語、当時語、絵文字をほとんど使用していない。2185回の送信のうち、 使われた、当時語は合計で9 5語だった。そのうち76語は LOL だった。LOL、ロフル、およびその他の当時語は、コンピュータを介したコミュニケーションから、対面のコミュニケーションに移行した。デビッド・クリスタルは、LOL、ロフル、その他の話し言葉の導入は15世紀の、ヨハネス・グーテンベルクの活字の発明の革命に、匹敵するとし、これは、 過去5年で若者によって発明された全く新しい多様な言語であり、言語の範囲、表現力及び言語の豊かさを拡張すると述べている。しかし、ジェフリー・ケプルムは、たとえ LOL やロフルのような表現が英語で一般的になったとしても、それの言語に対する全面的な効果は全く自明であると主張している。LOL の過去形はラルドである。 分子はラリングである。これらの編集のほとんどは通常小文字で書かれる。インターネットや電子メールが使用される以前より、モールス符号で笑い声を表現するときは、ひひと打鍵した。モールス符号では、となり、この音がくすくす笑いを表現するものと考えられていた。ありがとうございます。